コープスパーティー。さあ、コープスパーティーの続きをやっていこうと思います。前回の続きなんですけど、前回霊能者が現れて、謎のその霊能者が言うには、まあ保健室で今大変なことになってるんですよ、幽霊二人がね。で、その幽霊二人を取り除くために殺人鬼を探さなきゃいけないということで、まあこの空間の中にどっかにいるらしいんだよ、殺人鬼が。そいつを探しに行こうと思います。でもそれっぽい人もさ、特に見てないけど、あれ怪しいよな。あれは怪しいけど、確かに。でも何もないから取れたりはしないんだよな。そうか、なんかどっかの装置を作動させるとまた足場ができてさ、行けるようになるパターンかなとか思いつつ、こっちはもう何もないんだっけな。とりあえず行けるとこまで行ってみようと思うんですけど、なんか落ちてない？ちぎられた古い文化人形の頭が置かれています。手に取ってみますか。取る。うわ、何これ。人形の体から何者かの思念が伝わってきます。なんだこの声。声。体を戻して。ほうほうほう、体も落ちてるってわけか。文化人形かっこ頭を取りましたちょっと可愛いんだけど、その髪の毛の出し方可愛い。入りそうだな今後。だからとりあえず行こう。文化人形の体も落ちてると。うわー、もうこういうの大得意です本当に。ああ、ここは相変わらずあれなんだ。ここだったりすんのかな、もしかして。その文化人形戻したらここ入れるようになったりするっていう、ありそうだな。とりあえず体探そう。もう数々のホラーゲームでね、僕はこういう名探偵みたいなことをしてきたんで、体とかを見つけるみたいなね。もう任せてください本当に。一歩ずつしか進めないっぽい。どういうホッピングでもしながら幽霊になったのかな。お、なんだなんだ、何これ。玄関扉はピタリと固定され、空間に固定され開きません。くそ、やっぱり開かないか。この白いのは何なのこれ。なんで開かねえんだよ。いや、そんな切れないで急に。出せよ、ふざけんなよ。うるさいな、もう。ああ、よくない、一番よくないパターンだこれ。たとえ開いても私は行かない。先生やみんなを置いて逃げるの。まあそうだね。なんだよ、そうじゃねえよ。臆病者、卑怯者、不良。いや、そこまで言わないで、あゆみちゃん。いや、ちょっとここが開いたらまた考えられるかもしんないじゃん。あゆみちゃん、そこまで言う必要なくない？お前こそうるせえよ。あー、いや、よくないよくない、喧嘩はよくないこの状況で。行くぞ。持田くんだったらよかったのに。なんでそういうこと言うの。まあでもこれはいきなりこう切れたのが悪いわ本当に。まあでも一番悪いのは俺。俺が一番悪い。俺が一番悪い。次にレンが悪い。レンと俺が悪い。だからこの場はもうなんとか沈めて。なにこれ。ああ、犠牲者の手記。俺の手のひらに生きていたあいつの体の一部握られている。え、あいつの頭についていた器官を持ち歩いているんだね。眼球ってこんなに重かったんだ。いや、怖すぎるマジで。この手記が尋常じゃない怖さなんだけど。僕はその硬質感を確かめるように何度も握ったり弱めたりしたのである。いやー、読んじゃいけない手記をどんどんと読んでいます。はい、一歩ずつ死に近づいています。どうもポッキーです。お前の後ろは本物かっていうのもなんか意味わかんないしな。まあ、とりあえず何もないと。体もないですね。うわー、いやでも大丈夫。いや、落ち着けば全然大丈夫だから、こいつに捕まることはまずない。とりあえずこっち行こうか。こっちの方も広すぎてなー、広すぎてなー。これも手記なんだよな、犠牲者の。どこにも落ちてないよな。この先も開かないもんな。お、
首のない古い文化人形が置かれています。手取ってみますか。あ、これか。人形の体から何者かの思念が伝わってきます。なんだこの声。声またすんのか。返して。持ってる持ってる、返してあげよう。文化人形体を取りました。首と胴のつながった文化人形が何か喋っています。ほう。子供のような高い声でボソボソと繰り返し喋っているようです。なんて言ってんの。口がハートになってるわ。ほう。めちゃくちゃリズムなんかよく喋ってるな。私は正気ではなかった。子供殺す？この人形の女の人が殺したのか。知らせたくなかった、うん、私も怖かった。殺人鬼ってこと？この人形。いや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 、いやいい、いや全然説得力ないんだけど。変な区切り方。なんだこの人形、殺人犯の持ち物かぽいね。ふざけないでって感じたよ。謝ってんの。待てよ。なあ、それ犯人の懺悔にならねえか。いや、なると思うけど。懺悔の心を取りました。これが使えるのか。絶対こんな大人。うん、憎い姉さん痛いよ。この別に炎とは関係ない、魂とは関係ないのかな。まあ、とりあえず行きましょう。別になんか女性ってわけじゃないのかな。人形だから、女の子の人形だからこういう声になってたってだけなのかな。とりあえずこれ持って。やばいってやばいってやばいって、なんか動き速くなってない？え、待って、これどうやって巻こう。え、消えた。あ、消えた。よし、今のうちに行こう。気をつけろ気をつけろ、ここ一本道だからな。来たら終わるぞ。オッケー、いない。こっちだよね確か。あ、ここセーブありがたい。いやー、めっちゃいいところにセーブ出してくれるね。あ、ちなみになんですけど、セーブこれ下画面でやってるんですよね。これ 3DS でやってて、で下画面映してないんで、みんなどうやってセーブしてるのって言ってるコメントがあったんですけど、下画面でやってます。行きましょう。保健室。お、鈴本！やばいな。お願い、目を開けて。閉じ込められた。もういい加減にしてくれ。お前らの事件についたらよく知らないけど、気の毒だったと思うよ。だけどな、だからって誰から構わず呪いまき散らしたところで何になるって言うんだ。ブラー。確かに。これを聞いて。さあ、通じるかな懺悔の心を。あのごめんなさいが、懺悔の心を聞かせました。ふざけてるとか言って逆に怒られそうだけど、どうだ。え、お母さん。出来事はもう終わったわ。大好きな大好きなご両親のもとへ旅立ちなさい。
いけるか？いい子だから。こういう時のやっぱ女性ってさ、こう頼りになるよね。なんていうの、この母性的な。その子を鈴本さんを話してあげて。どうなる？ダメ！え？やめて！何？え？え？なんで？いや！何？やばい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 。何の音？何？文化人形を叩きつけて捨てました。一瞬良かったのにね。嘘だろ。待て待て待て、どういうことどういうことどういうこと。ちょ、一旦セーブします。なんでだろう。惜しかったのにな。戻れない。篠崎はどこだ。あー、戻れないんだ。どこ行ったのマジで。あー、いた。これまさかそういうつながり。まさかこれつ、マジで言ってる。篠崎見るな、ここ離れるぞ。いや、まあ、頭変になりそうだ。いや、もうなるでしょ。普通にストレートになるでしょ、変に。これなになに。しろ、誰。まさか殺人鬼。なに、誰。おいおい、怒涛の展開すぎてやばいんだけど。あ、先生。あ、よかった。あれ、棚が軽くなってる。え、痛い。よかった。でも先生、本気で生徒のことを心配してるのかい。お、まだいたんだこの炎。当たり前でしょ。たかが他人の教師だろ。親でもないくせに。親みたいなものよ。私も如月学園の他の先生方も、みんなのご両親にも負けないくらいあの子たちを愛してるわ。めちゃくちゃいい先生、本当に。バカにしないで、教師を。あー、すごい血が出てる。それよりも答えて。私の生徒たちが他にも、ここに連れてこられているのは本当なのね。聖者の魂に同時に増えたのを感じたから。いるよ、何人か。先生を含めて10人くらいだ。あー、結構いるな、マジで。多いな、全員だな、これ多分。痛い、右腕が折れてる。待て、9人9人いたっけ。やばい、最初の人数何人か忘れてるんだけど、9人だっけ。なんかさ、あの登場人物紹介みたいな時にさ、54だったっけ。44じゃなかった。やべえ、思い出せねえな。
右腕が折れてる。棚に入っていた刃物が背中や腰に刺さってた。ここから気を失っていたのかしら。篠崎さんたちが心配だわ。戻らなくちゃ。今炎をシャッてやったよね。魂をファッてどけみたいな無言で。今の子だって私たちと同じこの学校の被害者。まあそうだね。過去に先生に何かをやられた魂だから。被害者が被害者をやりきれない思いで傷つけて、膨れ上がった悲しみ。閉ざされたこの空間で逃げ場もなく渦巻いているんだ。そうだね。負の連鎖ってやつだよね、マジで。こんなところにいたらダメ。みんな絶対に連れて帰るから。お願いだから無事でいて。おお、チャプター3へ続くということで、皆さんご視聴ありがとうございました。以上、チャプター2でございました。いやー、今回もほんと衝撃的でしたね。謎の男、あの仮面みたいにつけた謎の男、そしてあゆみちゃんどっかへ走り去っていった、先生は血だらけ、そして後の他のメンバーはみたいな感じで。いやー、あとナオミもどこにいるんだろうって話だしね。まあでもいろいろ分かったこともありますね。まあ霊能者もいるか。でもいろいろ分かったこともある。進歩もしてるけど。でも今回もまた一人亡くなったわけだから。ちょっと、続けるのがなかなか重いですが、また次回もやっていこうと思います。ということで、もしこの動画楽しんでくれたらぜひ、高評価ボタンしていってね。ではまた次回の鉱物パーティーでお会いしましょう。チャプター3で。ではポッキーでした。じゃっ